カナメストーンの夜かな,なんかこ,かこんばんはカナメストーンのレイジとチームじゃあ山口って言えよお前 <laughs> 違うんだよこれわけ違うの <laughs> お前いつも自分たちがやってるラジオと おおじゃなくてどうしたのレイジ何が緊張したらもう一回やり直すわけねえじゃんみんな見てんだよ大丈夫だからみんなあのフォローしてくれるから何かあっても大丈夫みんなの新人のレイジやめてこの大阪の人が聞いてる前でアドバイスしてくんの自分の背中に「うん」「投げ投げ投げな」「バカじゃねえのいつまでもごめんねぽい すみません、本当に大阪の皆さん、こんばんはえー、やってきました、カナメストーンがねあえどうですか、うん、大阪ですようん、うん、はいいや、すごいレイジね、うん、その全然大丈夫、飲まれてないのでしょうんうん、今日、うん、なんていうの、その うもううんこじゃんどう考えてもさっきのやつでそのごまかしながら何回も「うんこ」って言うぐらいだったら1回「うんこ」って言ってくれた方がいいのよはっきりとしてたよしてた新幹線の中とホテル新幹線でさシューマイ弁当食ったじゃんシューマイ1個入れた途端もううんこしたくなったんだけどあれあれんなのえこれ言ってんのそんなうんことかお前言い出してて ちょっ,と言ってんいいよ、確認しないで行っていい,いや本当にぴりついてる、スタッフさんもちゃんとぴりついた顔してるのよなんかいやいや、本当に。じゃあ、レイジ、本当に、書いてんな、そんで頭、かゆいんだもん、ええじゃあ、<laughs> <laughs> 自己紹介して、まずいや、したいよ、俺だって、いやあのすみませんね、俺だってしたいんだろ、するから、今。 すみませんえー、っとですね我々普段は、えー、東京のマセギ芸能社に所属しておりまして、えー、結成12年目で、えー、同期にはえー、<か>そうもともう,違う,違うそれはさだっていや俺が台本をこう読み練り上げていくじゃ <laughs> やめて、うん、アドリブ聞かないみたいに読まれるから <laughs> 大阪の人に <laughs> いやそうもともと NSC だったんですよ そうねの吉本の養成所で東京の15期、うん、だからニューヨーク鬼越トマホークダイヤモンド、うん、忘れるって <laughs> などと同期って書いてあったんだけどさて <laughs> いうかこんな4番目に来るコンビじゃねえから忘れる大阪 <laughs> の方は知ってるくださってるんですかね忘れる知ってるでしょああそうですかうん それで煮干しいわしにねライブを呼んでもらって大阪でその流れでこれ今出させてもらってるっていうわけなんですけどありがたいよねめちゃめちゃありがたいたださあの俺ちょっと謝んなきゃいけないっていうかていうかさお前も多分そうだと思うんだけどさあのさちょっとまああれだけどちょっとさちょちょいちちちょょょっとさあの

スタッフさんのことめめり込んでたから。じゃ睨んでんだよ。めめり込んでんじゃなくて。いやそうだね。わかるよ。だってさ普段さで今結構めちゃめちゃこれでかくてさもうすごいじゃん。今お前のその横にあるやつとかもさすごいじゃん。これなんていうのこれこれもうこれの機械の名前も知らないもん俺は。あの穴うん音うん音を上げ音音上がらせね。音上がらせ音しめのやつあるじゃん。 で何てお前の方にあんのかっていうのもまたそれもあれなんだけどえ俺の方あるけど、うん、レイジの方、うん、なんか昨日、うん、なんかどうやらその鶴瓶さんがそうなのよ座ってたらしいうてかお前,お前ちゃんと鶴瓶さんって言う人なんだお前鶴瓶さんって言ってるあれみんな鶴瓶さんで、ね、や <laughs> いやちゃんと言うんだ <laughs> ゾウってちゃんと言う人だじゃあお前 <laughs> ゾウのこと言うなよあんま恥ずかしいから <laughs> じゃあそれで スタッフさんもさ言わなきゃいいじゃんそんな頭なんかバカというか緊張するじゃんこっちもそんな鶴瓶さんがそう頭いやまた何かそのチームでやっていくって言ってんのにさどうしたらいいのんかこうチームでやっていくってやりたいがって俺もで何かさ山口さんも多分そうだったと思うけどさちょっとさ大阪に来てさみんな強そうに見えなかった大阪の人たちがあれ何だろう関西弁だからかないやそうでしょ なんか俺さ電車御堂筋線乗ってきたじゃん新大阪から新幹線降りてでその御堂筋線乗ってる時さ普段東京では絶対ビビんないのにさ乗ってきたお兄ちゃんがさなんかウルフカットだったのそのお兄ちゃんビビっちゃってさウルフカットいいんだけどと思ってなんか怖えんだけどみたいな東京ではビビんないよいたっけいたんでお前もう見えてないよ周りがもう入っちゃってる大阪のモードに入っちゃってるからウルフカットのでもわかわ分かるよなんかね 東京より大阪のほうが、なんかこう。うんうん、なんていうの、そのパイーダが多い。じゃ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 、いい、そのおっぱい大きい人のこと、パイーダとか。<laughs> なあ。やめてくれ、マジで、大阪。東京ではもう、取り返しつかないんだよ。クリーン、クリーン具合で言ったら。でも,も、大阪ではまだバレてないんだから。本当,本当に。なんか、そってたし、なんか、そって。え、こう、上に向いてたってこと。そうそうそう。笑ってんな。 おおっぱいの話してる時前だって本当なんだもんじゃあ俺事実しか使えない使えないよ事実それを縦にいつも言うんでお前は俺は事実を言ってるだけみたいなもちろん俺もさちょっとやばいぞと大阪ついて「やばいぞ」でライブ「煮干しイワシのツーマン」のライブ出る前にちょっとホテルで1時間ぐらい時間あったじゃんであのもうこれ食われたら負けだからと思ってさ 一回シャワー浴びてリセットしようと思ってああ浴びてたね浴びてたじゃんでよしよしよしと思ってさで体全身こう洗ってさうわこれでなんかこう自分の負のオーラみたいなちゃんと洗い流せたなと思ってさパッと見たらさ俺ボディーソープで全身洗っててさ最悪だよえボディーソープで洗うのいいんじゃないのあ違う間違えちゃったハンドソープだえっきこれ ちょっとあの、とよめ、とよめいてるよ。さ、なんかこう。やだから。待機ルームが。あの、ん。だから、撮り直しだよ、今。ちゃ、やばい。ちゃ、やばい。ちょっと、さっきの。どうした、れいじ。よっしゃ、れいじが泣いたぞ。俺、まだくわせてたんだ、大阪。よっしゃ。みんな、今がチャンスだ。バカだな。で、やられ、やられたら、やられ、探せたいんだよ。 よっしゃエピソードトークうまくいなかったそっちも熱くなってきたマジでマジであとないのあとないのやあるよあるよあのそれこそいいよこのラジオのスタッフさんもなんか鶴瓶さん座ってたんですよとかあとあれだよさっきこの今耳につけてるイヤホンとかもさなんか山口の方にだけちゃんと教えに行っててさ俺に教えに来てくんないので あざ笑ってんのなん,か <laughs> なんか耳そんな出ないですよ普通」みたいな「<laughs> この家も耳そんな出ちゃダメですよ」みたいなこと言い出して <laughs> いやでもそれはレイジェの愛でしょそうですやらないというそのレイジェの生かしだからうん、うん、ちょっと俺の心がちょっとすさんでそう見えてきちゃってるってことそうそれはよくないか、うん、だってちょっとすさんでて、うん、あのー、そのラジオのスタッフさんだけじゃなくてうん、うん、宿とかを用意してくれたライブのスタッフさんもホテルさ、うん、用意してくれたじゃん、うん、でホテル、うん、ユニゾ ってところなの。なんか普通さユニゾンまで入れるじゃん。なんかユニゾンでユニユニゾンでまで入れるのにさユニゾンとか飛べてさこっちに違和感当ててきてなんかこう精神だレジをみんなこうそう俺も追い込つぶそうとしてるしてんだよ。いやそんなつもりはないよ。だそう見えちゃってるね。じゃ俺が悪いって俺の心持ちが悪いってこと。ほらなんかさもう分かってんのよ多分。 俺らののの、の普段のラジオとかも聞いてくれてるって言ってくくれれるっっ言たのあのスタッフさんだからなんかお前の方につきゃ楽できるっていうのを知ってて <laughs> なんか全部そうや,やってる俺は、うん、普段んのラジオやってるんですよ僕はそうですか、うん、いやほら,ほら,ほら違う首かしげてるもんほらあんなこと言われると僕も思,思いませんでしたよ、うん、僕はレイジさんのためを思ってちゃんとこう全部舞台舞台もその舞台も

MBS ラジオナイトポケットカラメストーンの夜かな大阪梅田茶屋町の MBS ラジオからお送りしてますけども喋ってごめんなちょっとねに入っちゃった入っちゃってたあいやなかなかないよだからこうやって まあ本当にいつもなら家で撮ってるんですよ。うんうん、俺らあの、ね、自分たちであのラジオやっててあのポッドキャストっていうところでやっててネットラジオやってて家で撮ってるんだよね。あの僕ら一軒家に住んでまして12年もう一緒に住んでるのかねえねえいいわけないじゃん単単そのわけ違うのよ。 違うみんな詰まってみんな詰まってんじゃマジそれやっていいのなめだるまなめだるまのボーカルだけだからマジで「うあうあいや曲入る前やってるなやってるよあれはあそこまでの強みを手に入れたからやっていいだけであってでもそれそれそれたん詰まっちゃうんだもんええ。ごめんちょっとパンになっちゃってごめん言い訳ないじゃんごめんお笑い芸人が怒ってパンなってキレていいわけないじゃんごめんはあ だから家でね <laughs>、うん、12年一緒に住んでる家でいつも撮ってたりするから、うん、そう俺たち12年一緒に住んでるから、ね、そうなんですよだからこんな今スタジオでちゃんとね、うん、やれてるっていうのはちょっとすごい気持ちにはなってるよ、うん、緊張するもんやっぱ、うん、あそうだって家であんな畳の上でいつもやってるのがさ <laughs> 鶴瓶さんが座ってた椅子ですよとか言われてさ<あ>ああ鶴瓶さんやってんだと思ってここで <laughs> もう一回やればもしかしたらさっきの緊張も全部解けるかもしんないえどういうことどういうことなにもう一回やればって何 もう一回りバカじゃないこ全部取り直すの今から超裏でバカにされるよあいつらの取り直してあたかも一回目かのようにやってたんですよってやだよ俺大阪のスタッフさんにバカにされんのあそうやでしょそらまあ確かにな聞いてる人にはバレないけど一緒に現場にいる人にはバレるもんなそうあいつでそれがしこりとなって東京に戻った時になんかモヤモヤで嫌なんで夜寝れねえんでうまく酒もうまくねえし そうだね。いやだからそういう意味で、じゃ知ってもらいたいよね。だから十二年家で住んでて、あとはなんだろうな俺らの十二年家住んでて、家のエピソードなんかあったっけ？えっと、俺たちの家基本的に鍵を開けてるんで。あ、そうそう。だから今この大阪で今撮ってる今もう開いてますから、家の鍵がそう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 。で、あのいつも二階でネタ合わせをして、まあ多分近所もうるさいと思うんですよね。 そうタ合わせ家で本域の声でネタ合わせしてるから一軒家の2階でそう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 で近所に家が密集している状態である日なんかこう2階のドアを開けた時に「うるさい」って掘られてて家の壁家の壁に「うるさい」って書かれてたんだよねそれだけならまだいいんだけどでも「うるさいハート」そううん え優しい優しんだっけ優しい人みたいな一瞬だでもあれ住んで5年目とかで発見してるから住んだ当初は絶対ないのよあのうるさいって文字だから家に誰かが上がり込んで鉛筆が鉛筆からんか掘られてるみたいな感じだったよねでうるさいって書かれてたなだからネタうんあ隣の家で聞いてて お前らネタはいい感じだからハートっていうのはそういう意味ってことねハートはネタはいいからあと声量だけ抑えて練習の時だけ声量を抑えてくれみたいな優しいじゃん結局それを思わせたら勝ちだよなラジオとかも俺そうなのよ電車でラジオ聞いてて電車なのに笑っちゃったって言わしたりしたら勝ちだよねまあ あの最近えそういうツイ俺エゴサするんでそういうツイート見ます結構そうだなはい、レイジはエゴサめちゃめちゃするし、はい、エゴサーチめちゃめちゃするんでだから今日もつぶやいてほしいんですもん、うん、そうだよねこれ聞いたらつぶやいてほしいよねめちゃめちゃ呟いてほしい ハッシュタグ「夜かな」とかで俺調べるから絶対ああ確かにそれはどうやってつぶやいたらいいかみたいな書いてないからいいんじゃないそうでしょだタグでひらがな夜でかながカタカナねあいいねいいでしょうんこれつぶやいてくれたら俺すぐいいねしに行くあとは我々はまあ中学からの同級生でそうだねやっててそうだな うん家のエピソードなんかある、うん、<laughs> a a ピあるよめちゃめちゃあるよ、うん、a a <AP> ピ。あのに水星はしが俺の進行が,、うん、がダメで笑ってんだよそれ <laughs> それが気になって今なんか言葉が出てこなかったんだよ水星はしがあっちの隣の家で笑ってんだよクソ <laughs> じゃあレイジなんか エピソードあるんじゃないなんか家のうえちょっとじゃあさ俺がさ今メモ欄見てるからあいいねちょっとその間山口繋げといてどうそれいや繋げもうレイジは一人でこう出さないとやっぱりこうでみんなから見られてるからねもうなんで俺のこと鍛えようとしてんだよみんなで見てさでもうちはさなんかありましたとにかく その虫虫家だなあ今めっちゃ出るな虫家、えー、なうん。あのー、それヤンキー僕を家帰るの人じゃないんだからっていうのは今思いついた <laughs> あの人吉家っていうから <laughs> 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 よかったいいの出て <laughs> <laughs> ちょっとです今のよかったかちょっと確認してみて今のよかったですよね別にねうおー,おーまあいいね <laughs> 誰も知らないラジオで俺らの自分たちのラジオでしかやってないギャグね <laughs>、oh、<my S 2> 今出たね,ねうんほなは山口が言,、うん、言ってんのにうん、うん、俺がもう何言ったらいいか分かんなくてお前のパクって言ったマジで虫家でジャンプ雲って ジャンプ雲がとにかくいてジャンプ雲って普通に呼んでるけどみんな分かんないと思うよジャンプ雲とあれなんていうのかなえんかね手あげたりすんのよこうあのジャンプ雲えそうなの手あげたりすんなんだこいつと思ってティッシュとか取ろうとするとどっか行くみたいなジャンプしてどっか行っちゃうみたいな俺あんの。あいつだけは取んないであげてんのよ なんか可可可愛愛愛くててててあ可愛いジャンプグモだけは可愛くてすましてあげるでもあいつがよく靴の中にいてえそうな、ん、の靴の中玄関のそう、うん、でもう俺いること知ってるから、うん、だからもうこう靴を振ってジャンプ雲を出して靴を履いてるからでもレイジもやってないでしょやってないでしょ多分踏んでるよ潰してるよケツ踏んでるよ 体出てるよどんだけげってくんだよ失礼なマジで俺ケツ踏んでんのジャンプグモの多分ねいややだいるし風呂に安出ってやつもいるし安出なあれさ風呂に安出いる時さ最初気づかねえじゃんでシャワー浴びて23分だったらさなんか変な匂いするつって気づくだ俺。 安出の匂い知ってる人はマジで「そう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 」ってなると思うよあれなんて言ったらいいんだろうなんか海外のカレーみたいな匂いかなみたいな匂いしないんかちょっと違うかな調べたらアンモニアらしくてうわっつってんだ俺らじゃあそうかしょんべんらしいよで毒もうさ安出のジャンプ雲だのさしか出てないよ今んとこいやしょうがないじゃんいやしょうがないっていうかさそれをうん 多分聞いてて、うん、呼んでくれてるんでしょ多分 <laughs> え、うん、俺らのこういう虫とかに詳しい部分とかをだからたた、うん、だから俺は虫を出しもう、うん、武器を出して虫を伝えないといけない、うん、違う <laughs> 超違うよマジであので,でゴキブリって、うん、もういいよゴキブリとかも最強出てきてんじゃん汚ねえの汚ねえ話しかしてねおしまいだよ 二度とごめんねこれ求められてるからいや求められてないよこれもさほどこれいっぱいやってください言われてない聞いてなかったもん俺そんな話また大阪。あとねそのちょっと来るときにね亜生くんがさミキの亜生くんがさ俺がさ新幹線乗った って言ってさ「大阪の皆さんよろしくお願いします」みたいにつぶやいたらさリツイートしてくれてさもう優しさでしかないでしょそんなのだって大阪の大阪ホームでやってたまあ今東京だと思うんだけど大阪ホームじゃんミキさんなんての人に「カーネストーン行くらしいんでどうぞよろしく」みたいなメッセージのリツイートでしょだってあれはあセくんだけじゃあやめて え、康成さんしないんだみたいなやめてマジでそこ大丈夫かなそんな大丈夫かなそんな俺らのえファンに叩かれないかな康成さぶっちめられるお前びきさんのファンの方にお前お俺らの俺らのそのいや叩かれるんじゃない叩かれるわけないじゃん俺らのファンに康成さんがバカじゃないマジでマジであんな優しいことをしてくれたのに忘れたのお前康成さん ああそうかか優しっためちゃくちゃ優しいんだよなネタも見てくれてるし一緒に m 1トレーニングっていうで昴生さんなんてねすごいすごいもうちょっと優しいっていうかいきすぎて怖いと思ったことが一個あって一回ライブで一回しかやってないくだりをミキさんに呼んでもらったライブでやったのしたらその。 あれこの間やってたくだりああいうふうに入れたんやなって言ってくれて寝た直後言ってたなだから配信買って見てくれてんだよライブえなんでだからもうだからんかもうちょっと一種の怖みみたいなの覚えたっていうか確かになしかもさ俺らがネタやる袖のさんかそうそう袖の時にさ俺らがネタ終わって次ミキさんみたいな時に もう次ミキさん出ていくみたいな直前にそういうことを言ってきてくれたというかまあその余裕もすごいし正直なんか余裕あるよなすげえ余裕あってなんか俺羨ましかったわマジで <laughs> あの目の当たりにした時 <laughs> 優しさと余裕というかさ俺、うん、なんであんななんか俺そういうイメージなかったんだけどえうんえなあ何昴生さん、うん、余裕あるみたいなもっとこう、うん、なんかあたふたしてんのかなと思ったら、うん、裏でこうドスンとしてるというかさ、うん,なんか まあ、あんまりそのよくないのかもしれないけどね、そのなーランが倒スンとしてるみたいなのも分かんないけど、<laughs> <laughs> 分かんないけど、でも、やばいかなそう言って叩かれっかな、俺らのファンにいや。いないって、そんなに叩く人。<laughs> 誰が昴生さんのこと叩くんで、そう今の話で <laughs> い。いないよ。 いいいいな変にから助長するようなこと言わないで優しいだから二人とも優しいだから亜生君そうやってやってくれて確かになんか一個ね大阪に来るにあたって心強かったなあと思って味方がねそそそそうううう確かに俺たちさ味方いないと思いながらもさ正直やってきてる部分もあるわけ。だ ていうどっかでやさぐれたみたいなとこがあったんだけどだってトラウマがさあるじゃん NSC そうだもう11年前から NSC 時代に大阪でしょうんうんうんう月かなじゃ違うそんな大きいとこでやってたあの漫才劇場ねあの NSC の対抗戦をンバーグランドか月でやるわけないからお前ずっと自分が NCK 立ってた立ったんだ 幸せすごいねゼロ年目で立ててたんだ俺はみたいな違うんだ、うん、でお前のさ、うん、あの歯、ーはあ、一番ないおじいちゃん見に来てくれてたよねああその入れ歯が合ってなくてであの出てきちゃうのよこう喋ってる時に <laughs> かわいいけどねかわいいけどねあな,なんていうおじいちゃんだっけヒゲちゃんヒゲちゃん 岸和田住んんでるそうなだじゃあ強いんんだなかね強いイメージあるもん岸和田のねまあまあその NSC の時のイメージもあるけどその岸和田のイメージもあってあのおばあちゃんがいてであの団地に遊びに行ってたのよしたらで公園ね岸和田ので俺と姉ちゃん一緒に遊びに行ってしたら先客がいたわけ岸和田の公園に。 あーはいはいはい、はい、千脚同じ楽器同じ楽器子供ねそう,うん、うん、ちっちゃい時だ、うん、ちっちゃい時、うん、でそしたらそいつらが俺らに石投げてきてうおー姉ちゃんの頭に直撃して<え> <laughs> マジで、うん、でお前言ったんでしょまさかそいつら何やってんの、うん、泣いてよ俺も弱えな <laughs> 泣いてよ俺も <laughs> お前は石投げられてねえのに泣いたの、うん、俺も泣いてでそれがヒゲちゃんが助け 何やってんお前ら!」みたいなうわじゃあもう俺最悪ださっき一番ハねー,ーとかそうそれをなんかレイジはなんか言ってんだよ <laughs> 歯が一番ないとか言ってそんな男気溢れるヒゲちゃんのことをでもその男気は正直好きだわ俺 <laughs> 何やってんだお前らーってそうでその相手の子怒られてどうなうわーみたいなうわ悪ガキだねだからその岸ワードのイがある やめてその大阪のラジオで大阪をあんまりその変なこと言うのそれ <laughs> <laughs> やだよ俺好かれたいのそのイメージがあるのじゃあなんかこう血気盛んみたいなイメージあるよ、うん、そう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 ,そ,のこうそ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 う言い方してうそうそうそうなうそ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  だからあの時対抗戦出たんですよ、うん、あの大阪 NSC と東京 NSC でバトルするっていうのが年1であんのかな 2>、うん、年2とかであんのか年1で大阪の陣って言って大阪でやるっていうメンバーに一応東京 NSC 選抜で行かしてもらってその時の,あの対戦相手が今のダイヤモンドの小野ちゃんのコンビなんだよね,あそ,うだねそう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 その時はな仲良くなれるだなんて思わなかったけどなめ、うん、めちゃめちゃゃ ユニゾン漫才だったもん、うん、テンポユニゾン漫才だったからなちょばかにしてんじゃんテンポユニゾン漫才とかって <laughs> <laughs> 今やねめちゃくちゃ仲いいけど、うん、その時はもう古典版にされたよねそうだからもう嫌だったもんねそのイメージがやっぱ大阪のねそうでも今日のお客さんは笑ってくれたなよかっためちゃくちゃ優しかったなうん なんかこう払拭されたよね。だ俺一本目の最初多分そういうのもあってなんかあんまうまく声出せな,なんか出てなかったもん俺やっぱ。まあまあまあ喉もあれだしな。うん。うん、でも二本目ちゃんと気持ち入れたら声パって出たからなんかダサかったな俺と思ったよ。一本目の途中までなんか。<laughs> あ<ー>いやうざよかっこよかった、えー。いい嘘嘘知ってる嘘じゃん。唾もいっぱい出てたし。ああそうなんだ。<laughs> うん。 前の人やだったんだ。一番前の人 <laughs> いやでもちゃんとボードがあったから。あったボード。うん。良かったあれは。あれは最最高の煙煙出てた。は？そのボードから。なんで俺のつば山を伴ってんの？<laughs> <laughs> バカじゃんねやマジ。MBS ラジオナイトポケット。 ストーンの夜かなあタイトルコールがバラバラだとそういう意見もあるかもしれませんがごめんねあいいよ初めての特番で緊張してただけなんだからそれは本当にそうっさいなグちグちカナメストーンの夜かないつもありがとうここからはゲストに入ってまいち <laughs> もう始まってたよもう。 もう今始まってたから、裏で言ってるみたいにしてたけど。裏でいつも、いつもありがとうなレイジーって言ってるみたいになっちゃってた、今の。あ、ごめんね。ええ、ここからはゲストに来てもらっています。にもしよしのお二人です。トゥルル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 。インドアテニス。何を発表して、それ。 何を発表しながらテニスが1位でしたいやいやいいよおめでとうございます雨の日のレジャーランキングなあ。え違いますよなんでなんだ今日発表できてくれたえ発表できてくれたん発表できました生きてるやつが多いスポーツランキングああやなランキングだったんだおめでとうございますおめでとうなんで俺がしくってされておめでとうございますやってんの まあねなんでこんなね楽しんでやってんのかって言ったら今たった今ねたった今っていうかさっきまでちゃんと我々はライブでホクホクになってね来てたからこれ今4人で一緒に戦ってきたんだよ今日楽しかった楽しかったよね本当に楽しかったなんかさあのめちゃめちゃ楽しくてさ俺そういう評価気になるから聞いちゃったじゃん。 あの舞台そうでバー舞台そうでの中でも盛り上がった方だよねってで盛り上がった方なんだよねはい違うんじゃんマジで違ったえ煮干しは盛り上がったんだよなあの盛り上がってる方だったんだよな盛り上がりました違うんじゃん加藤さんね加藤さんも来てるからちょっと加藤さん加藤さん盛り上がった方ですよね 違うんじゃん、<laughs> サイレントで同じことやってたぞ、<laughs> にばしいわしのサイレントであっちの。なんかこの強化ガラスの向こう、ね、あ舞台袖史上一番盛り上がった。っ <laughs> て、ね、それ本当、それ本当?。<laughs> <laughs> 違うんじゃん、顔が。ね,ね、ね、<laughs> レイジを黙らすためにねね。ねねねねね やってんでしょレイジを黙らすためにちょっと早くツイートとかしないとほら、盛り上がったみたいなツイートして追撃しないとレイジを黙らすためにツイートでってことはいははいい。って言っちゃってんじゃん嘘つかないやけあ、やべたまされちってドゥルルルポンコマケンサッカーコマケンサッカーいいよなんか動物とスポーツが一番融合したランキングなあ <laughs> だろ動物とスポーツが一番融合したランキングっが1位の1位だろ今の。<laughs>

やっぱさっきまで戦ってた仲間っていうのが一個でもやっぱ俺大阪という町に多分不安を覚えてる可能性あるねお町俺らからしたら本当にアウェー感の潜入で潜入感でやってきてるからでも今日の朝まで思ってなかったのでも今日の朝起きた時あんまあの俺普通にゲボ吐いたんだけど普通にゲボ吐いた何で いやわかん緊張してたんだと思う寝てる時寝ながら履いたってことですいや違う起きてもう気持ち悪いの分かったからでもトイレでしたら山口一緒に住んでるからゲボしたのバレちゃうよってこいつ「クセ!」とか言って「クセだけなりんだけどレイジ緊張してゲボ履いてんじゃん」ってすぐ言われて一生言われると思ってあんま言いたくなかったんだけどビニールにた違うよお風呂入ってお風呂で履いた切ったね よく心配しないね。汚ねとか言って。汚いですね。汚いって言ってるんだろ。汚いですもん。ああ、騒いだ、騒い。汚いえが騒いだ。汚いえが騒いです。なんだその汚いえが騒い。新漫画、新漫画。汚いが騒いさんです。それいけ。それいけ。汚ねえが騒いです。アンパンマンからもらってさ、ちなみに何何出た？うん？ 聞きたいのゲロの中身黄色の液体だけ胃液よあそうだねじゃあストレスからくるもんじゃだから緊張してたんで昨日寝るからマジでそうレイジって結構ダメージが胃にきたりする胃とまあ最近は喉にも来たりするの風邪ひいたりしたらすぐ喉をやられるとかそうライブ終わった後とかにこういうラジオとかさやった後とかにさ今日のどうだったとかさ 聞くじゃえらいやむさんに。あと、スタッフとかにも。うん、どうだったとか聞くよ。めっちゃ後輩とかあのラジオとかもそうだしね。うん、ラジオとかも取ったと。今日今日だたこれさ、うん、なんか病気なんかな。すごくない?。<laughs> すぐ評価を気にしたがると。うん、じゃじゃ病気とかじゃないよ。病気。性格でしょ?。お尻に。<あ>お尻にできもんとか。 できる病気くね症う症状弱くね症状お尻にできもんと自分の出たラジオが気になる症状がかに別の病気だろ同じ病気じじじゃない同同病病気でなんでそか二個の症状別の病気だろ多分なんかでも見たことある見たことある所さんがなんか言ってるじゃあ本当じゃねえじゃあ本当じゃねえか ある、ある。目が点で言ってた。目が点で言ってたの。なんかね、基が気にするんのね、お尻にできもんできな。病気あんだよって。でも、でも、好きなことしたら治るらしい。あ、マジで。え、じゃ、俺伸び伸びしてりゃいいんだ。ところさんのように。おい。え、いいね。よかった、解決方法見えた。俺、そういうお笑い人生になりたいんだから。好きなことをやったら、みんなが面白がってくれて、お金も稼げて。 であの幸せな家庭っていうのをやりたいんだから。ちょっとあのあれに医者に医者にちょっと相相談はし直く一応。まだ病気の話しな俺が明るい方向に持ってったと思ったの。ごめんね。パ。なんでもいいです。何がってんだ。何がってんだこれ。いっぱいやってって言われてる。じゃ言われてねって。欲しいねよ別に MBS のスタッフさんも。 いいですやいいですよ楽しかった楽しかったよねライブは良かった煮干しわしがね感情を前面に出すタイプじゃないからだからこそしつこく聞いちゃうのこそれがね悪循環を生んでるような気ーすほらね「あの高性能だよマイク」って「千羽切っちゃう」じゃねえんだからさ え、さっきの拾い、拾えてる。さすがに、拾えてないでしょう。拾えてる。お前聞こえないの、イヤホンつけてて。拾えてないよ。拾えてるって入ってるよ音入ってないです。入ってないですけど。本番確認する。ケロ、ケロ、ケロ、ケロ。ケロ。ペロ、ケロ、ペロペロ。は。言ってないよ。ほら、誰もざわついてない。てないじゃ、みんな不安になってたって。だって、変えると。 なんかバター犬みたいについてロるカエルとバター犬みたいなこと言ったよカエルとえんかくねよくエロみ感じれるんですよねバター犬でうん興奮してる興奮してるこれ見てみすごいことになってんじゃん今のいや、な下半身って何ち、ちんこいや、かこれ分かんなかったそんな下半身とか言われたら 全然息は思ってました下半身のことは足とかくるぶしとかのことかなと思ってました子供っぽすぎないいや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 マジでマジでちゃんと下から下から上あすいませんえっと目つぶって喋ってたこんなことないじゃあ違う違う違う違大丈夫逆に集中できるから目つぶって喋った方がうちんちももし家ならうちんち

脳とかと一緒ってことうのさのみたいな脳とかと一緒でみたいなこと何がうペにだお前一気に下品だわごめんうわうわそれでは参りましょう「レジを潤して要順にしよう」のコーナーあ <laughs> いやすごく気持ちよタイミングもいいし<な> <laughs> 俺らが普段ラジオでは感じれない気持ちよさを感じたなそしてこのコーナーですね、はいえー、イケメン人気俳優として仮面ライダーからラブストーリーコメディーとあらゆる役を演じるほか CM やバラエティ地元香川の観光大使を務めるなど芸能界のすべてを手に入れたミスターパーフェクト人間要潤 <laughs> になるべく要ストーンの潤っている方、うん、担当の 0時をあらゆる手でさらに潤し金目順に近づけようというコーナーとなっております、はい、あのですね正直ですね、はい、私今がなったり、うんえー、ジュビジュビうっせえなごめんちあぁ今天秤薬やって中に全部入れてる最中だったからごめんじゃもう一生天秤しないでくださいいやだよ今日するよ <laughs> いやだよなんで俺がそんなルール稼いだられてさずびずびうるさいとかそんなえそうだよね外国人外国人戻ってきたぞ急に全部カタカナやったなそうだよね何？いやだから今ね言いましたけど正直僕もよく分かってないんですよこの だってレージがこの、レージのコーナーなんでしょ違うんで、なんかあのよく分かってないの、あのどういうこと。じゃなんかそのそのさっきのさっきの変なスタッフさんがなんか言ってきて。ちょっといいのそんなこと言って。やばい。やばい。やめ、申し訳ない。 泣いちゃってみんなに笑ってほしくてそういうことを言ってただけなんですだからでも考えてくださったでもいいですよカナメジュンになれるんだったらカナメジュンって言ったらイケメンだったりかっこいいとされそういう象徴なんですからだからでも潤して俺も潤してっていうことですよねで山口と二星岩師一人一個ずつ潤島を提案してそれを実践とでチャレンジごとに 今どれくらいうろっているかをうろい度合いによって0順0ね0順,から,順0から100順0から100順イコール順で0時が判定で俺が順100順になった順になったらすがし顔の順が流れます。 どういうことこれ今パワフルに読んだけど嬉しいな嬉しいんだ菅氏顔のジューンが流れたらで別にいいね俺やるけどでもよくは分かってないよってことめちゃめちゃ面白いめちゃくちゃ面白いよ面白いけどよくは分かってないからその言ったら山口と二星とイワシが俺を潤してくれるんでしょでも濡れさせるみたいなことでしょううんじゃだから潤してくれるんでしょ濡らします濡らす0時を

いいかも。あいいでしょ。いいでしょ。ううんうん。ジューンをもらえるんですよね。うんうん。け権利事、そう権利事も権利事もそすげえ。るほど。あの金も入ってくるしね。ちょうど欲しかったんジューンピンポイントで。欲しかった。はいはい。まあ名曲とは聞いてますけどこっちも。うんうわしていけばいいんだレジを。うん。なやんねえのみんなうろうわさねえなそんでうろうしていけばいいなとかだけ言って。だからうろう今いいんでもう今うろうしてくれてもう。えうせばいいってことですよね。こういうこと。 違う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 ったら臭くなるだけつば吐いてつばって擦ったら何なのあれ何なのいたんで俺らの中学校の時になんか暴れるやつでムカついたら自分のつば人の腕にバッて吐いて自分でこすってくるやつ直線なの信長と秀吉で信秀なのにそんな攻撃するやつになっちゃったの。 信長と秀吉で親は信秀ってつけたのに信長と秀吉つけんなうんうんうんそううんち親へうんうるおしってくれていいんだよ別にその俺の合図とか別に待たなくていいわけだからわかるわかりますようるおしたらいいですよねねなんだよオスルカってはぁちょもうスタッフさん寝てるねえ 何やってんのマジで？あ、うるまってきたんじゃない？うるまってきたんじゃない？やめろ、その焦らせてゃ。焦脱離作成。今何順ですか？今零点二順。当たり前じゃん。一応、レジの何ですか？これ言っていいのかな？言っていいのかな？あれ、多いなその入り。アニちいい言わないでいい。アニキなんだけど。 いい<え>もう関東だけにしてくれ、ね、し知ってる人と茨城の暴走族鹿島み皆殺しの総長 <laughs> 元ね伝説のもうみんな聞くのやめるよもうそんなおっかない人の弟のラジオなんだって。<laughs> あれでも潤ってきたんじゃない <laughs> ゃ。やめて全部汗出しで汗を出させて。<笑><笑>今いやいやなんなん。弱いよ、<な>さ三順、順三巡。三順今。歌詞も皆殺し。あの漢字一文字で皆殺しだからね。はい、あるなとないある、そういう時間。じゃないと思うじゃん。あんのよ、俺らの地域にだけ。<laughs> 殺す四つで皆殺しってことですか。違う違う何でしょう。トつ車三つでみたいな。車三つで潰れちゃうんですよね。細かい字で印刷したら字が。なんだっけこれ。そいつらそんなではしゃいで。こんな感じだっけこれ。プリントしたら。なんだっけなこれ。ちげえよ。いいんだよそんなの。レジのあの初体験。 もうマジでいいわマジでいい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 えいいいいダメ朝から夜まででえーけいっかいえあれ結構潤ってきてるねそのうちそのうちえーどっかであったん

俺が土台を作った状態ベースを作った状態うるせえなしたいから切り開いた状態どれだよすごいうるせえな3ついいよってではしっとりさしたいなと思うんでしっとりレジさんをちょっとラップでくるんでグツグツの湯の中に1回入れるんですよででもそこで火を消して20分ぐらい待つとゆっくり中に火が通るんでうん しっとりいただきます。えよく感心できるね今の話で。鶏肉とかね。なるほど。えそれなんかボイルみたいなこと。ゆっくり中に。なんかやっぱ多分低温調理みたいなのがしっとりのコツという。ローストビーフとかそう。でもいいです。でもいいです。はでもいいです。えラップじゃあある今。は？ラップは。うん。ラップあんのかよマジで。ラップあんの？うんじゃちょっとこう。 いやごめんそれはマジジュンにさせたゃいかマジジュじゃあなになにあんまりあ今イワシがわぁなんかなにしかも体から締められんのもちろん怖怖くないまいてってるだってやっぱそのパーフェクトになっていきたいわけじゃんだって本当のはちょっと何やっていいよいいよいいよ今かなり巻かれてる状態うわうわかなりいいんじゃないいいなうん <laughs> いや、グヒーじゃなくてさ、レイジ。い<や> <laughs> グヒーじゃなくてさ。なんだこれ、時間かかった割に弱くて。いや、だから。何やってんの、<う>これ。グヒーっていうのは違う。からグヒーっていうか、これ、何をやってんだって。<laughs> 一旦、そうか。聞こえるかな。この肩までかとりあえずは。違う、これ、な、これ、なこれ。 かなり今準準度上がったんじゃない？ああいやああいやい上がってない。まさっきのまま三十。ええ。おいどうすんだ。何やってんの？ごめんなさい。ニーボイはどうすんの？一回でもそれで待ってもらってもいいかもしれないです。あのレイジさん今多分体温上がってるから。めちゃくちゃ暑いよ。いいめちゃくちゃ暑いよ。引いてきてるんだ。あじゃ引通ってきてますわ。じゃ引。めちゃくちゃ暑い。やっぱ時間 こんな暑いんだらいいから置いておきましょう何そのドラクエとかでもさなんか毒みたいな感じでじわじわ効かせないその潤しみたいなことでもそこまで気づかなかった二十分ぐらい置いといた方が何やってんだろうと思ったのやられた瞬間うんマジで汗ばんできてる確かになんか水蒸気がでしょ熱いもんはい。 成功しそうこれでもう今上がってきて今マジ50順ぐらい行ってるもんうわーやったチャンスだマジでこれはち潤汁ってこういうことかあるかちょっと見てなんかあるかちょっとなちょっと見てくろちょっと見とけよ事前に見てくるとこじゃなくてただめちゃくちゃ暑いわ本当にめっちゃいいですねいいですね何持ってきてんの今五十順五十順ですあれじゃもううどんじゃんですかうどんうどんじゃ

耳に耳に一回やるから。あどうしたの？どうどうです俺あれめちゃびちゃなってる。なんかなんか心が悲しくなっ。<laughs> なんで？わかんない。俺そういう,こうなんかもっとこれを気に順にしていくぞ。うるうるしたいな。<laughs> <laughs> うどんの塊、汁入れろってせめて麺だけじゃなくて、汁入れて汁。なんで臭み入れちゃうんだよ。うどんうどん。お。うめえ。ネギうめえ。い臭みってうめえからな。臭みうめえ。 わいいな、いいですね。いやいいですねじゃないよ。ご飯食べて太陽上がって濡れてきて、そういいですね。ただマジでラップあっち聞いてきてんのよ。うん、じわじわ聞いてきてる。うんだこの時間マジ意味わかんねえな。それひき肉みたいなやつも入れてこいよ。ひ肉みたいなやつも入れて。あああ怖い。プルプルの卵。ああ うめぇーそれ、駅肉みたいなの入れておいしそうこれ、なんでどうなったんだっけうどんあるんだっけうどんなんでうどんあるん知らないよ、それスタッフさんが用意したんでしょこれはあれらしいですねえその、かなめじゅんさんが香川県出身だからうどんそういうことはいつながった弱いな、つながり弱いよ、つながりがこれ、うるおっていくんじゃない何でですか、激太ですようわ、いい音 肉うめぇ今、初めて肉食えたんだよ初めて肉食えた肉うめぇうめぇこっからね、揚げ玉のを入れて、油のコクみたいなのを出すんだよ。で、ここでちょっとネギも入れましたから。はい。ほら。はい。どうだどうだ う海！えのえのあったかなってうどん食うてるうるごいしてうまがらせてねえよあやっぱこれよかった耳のこの耳のこれから耳がやがやだやだねどうすんのそれ耳に噴射しまくってくで俺の耳にあいいいいやつやから大丈夫次元でこれであな ほら、これでうどんだよ。うも。終わった。終今一度仕事した感じ出して、帰りやがって。終わった。うわ、相当きた。ありがとうございます。で、うどんで、今、九十順で。何。お、お。あと十。あと十、あと一息くれよ。はい。お前らの勝ちだよ。あと、あと十。 あと十何かこうあいいよあげますあのおちんちんのはいダメ何まのはいダメうちんちんですだからいいって右のおちんちんうちんちん今の真ん中ですよあじゃあお今の真ん中のおってことじゃいや違います三本あるのでうわこいつあのうちの家の洗面所に昔鳩が死んでたんですようん じゃなくて猫がですねよく狩りをしてきて鳩を鳩をよく買ってきて洗面所に置くんですよ。で血だらけになってることがよくありましてよく高校の時に遅刻して「すいません鳩片付けてたら遅刻しました」っていうのがいつもそういう。 人だって思われてたんですよ。鳩片付けてる人だって。うんうん、高校生でうん<だ>で、あのそれを。想像してみてください。あの、自分のそうです。鳩片付け想像してくれ想像してみたら、うん、多分ゴミ袋を持ってきっと片付けたくなるはずなんですよ。うん 行きますくないよあんな話していいわけないじゃんでもそれ聞いたらそうだな,なんかちょっと、うん、あー自分も遅刻したあかんなって思って、うん、言ちょっと,ちょっとお前そのやめて煮干しの後ろについて煮干しの右腕みたいな感じになるの <laughs> <laughs> お前のとか一応先輩だし <laughs> 心強いね。心強い。今こいつがいて。はい。ありがとう。右腕に。ありがとう。右耳です。ありがとう。ありがとうございます。何順ですか、今。今。はい、八十九順。八十九順。落ちた。うん。あれ。乾かして。どうすんの、これ本当に。何が。百順にしたいのにさ、俺たちは。そうでしょじゃ、あ頑張って、もうちょっと。明治さん側も、なんかもうちょっと頑張ってほしい。はい。そちらばっかり。 うなんか人の力みたいなんじゃなくて、うん、なんだろうその自分の企画なのに <laughs> 俺分かってないんだってよく分かってないまま自分の企画でしょこれは違うでラップ巻かれてさ今なんか来たんだけど煮干しがあの手の消毒がまだやってるだシゲ <laughs> できねえんで今締めら,られてこんなラップで <laughs> すいませんバカ何 <laughs> ラップの上から冷めてー <laughs> <laughs> 大丈夫です。大丈夫です。大丈よ。しょうがないでもそれはね。ご時世なんで。でこれラップだから。はい。いつけんで。しなんか浸透しないで。いつけんで。蒸発しない。うわあ。俺東京でもこんな目にあったことないのに。びっちょびっちょですわ。これどう。開けたまじゃねえか。 んなんだこれ。なあ、な<ぬ>濡れ上げ玉だ <laughs>。俺が今食った濡れ上げ玉だろう。<laughs> 今何順ですか。今百十。な。あ,<ー> <laughs> あいい歌。<laughs> やった。みんなのおかげでエ<ー>ジさんを要順にすることができました。わー。 なんか多数感もあるけど。えレージ開いたね。固めね。カき <laughs> 扱いして。<laughs> <laughs> 何やってんのレイジ。おお,いお開いた。<laughs> あれ？男らしいな。<laughs> <laughs> <laughs> なんかめっちゃめっちゃ男前ですよ <laughs>。<laughs> なん <か S 1> <laughs> やろ。<laughs> 見え見えになってる。見えになってる。え,る <laughs> え今の俺？うん。はい、見えになってるよ。 <laughs> なんでラジオでこの顔が <laughs> 西原勇次郎みたいな <laughs> 西原勇次郎の <laughs> めっちゃ男前のやつですそれいいねじゃあ <laughs> 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 次郎 <laughs> このままエンディングあ,ありがとうございますいや素晴らしかったんじゃない,いやもう,うん素晴らしかったでいいのねあんなめくってるだけの時間とかさ <laughs> でも男前になりましたそれめっちゃよくないでもそれはこの1時間を通じてさ俺がさっきのコーナーとかその前のトークとかで男前になれたラジオだったんだけど昭和スターみたいな本当に古いじゃんなんか古いでもスターだからスターですまああいいかかじゃされる昭和とスタではい <laughs> <laughs> 番組をお聞きいただいた皆さんからの感想をお待ちしております <laughs> メールアドレスは np at mark mbs 1179.com np at mark mbs 1179.com ですツイッターではハッシュタグないポケ カタカナでナイポケでつぶやいてくださいああナイポケでつぶやいてくれればさっきのヨルカナじゃないヨルカナでもいいですしダブルダブルつぶやいてくれたらなんでなんでダメってそれ何やってなんでなんでいやもうみんなうわって言ってましたえその裏でヨルカナでつぶやいて次うわってはいスタッフさんが後ろ向いてうちらの方向いてうんあって言ってましたでもさそこでさもう嫌われてんだ俺。 やべじゃなくてそういう時こそお笑いにする <laughs> 芸人だよ<ー>やべえとか焦ってないで相方が嫌われた時き<ー>やーじゃないよ<ー>、うん、どうしよう次なかったどうしようなあしゃあレジが泣い立つみんな遅いかからね <laughs> バカだなその先頭にいるやつ <laughs> ごめんね いっぱいやれって言われてる指示 <laughs> はい <laughs> そして今週月曜に行われた「におしよしの何とぞ何とぞ」のボリューム2カナメストーン編の配信チケットが発売中です料金1800円、はい、視聴期限が2021年の8月2日月曜日までとなっております、はい、チゲットからお買い求めください いいんですかもう終わりますよいいんですか皆さんもうじゃえうんちょっとしましょうじゃもうに気合が入った原因だなこっから巻き返す何のまだ濡れ足りないですねななんでなんでえ誰が濡れ足りないのえ誰が濡れ足りないうん誰が濡れ足りないイワシですイワシだった

こっちは無理1時間ありがとうございましたもっと怒られるべき人おる、今日 <laughs> 絶対 <laughs> 二帽子が一番あか今日 <laughs>